この番組はボートレース墨の絵の提供でお送りいたします。ボートの時間始まりましたということで、はい、今回はですね、はい、前回に引き続きこちら恵比寿バーでお送りしておるんですけども、はい、もう始まりますよ。11月1日から、第52回 G1 高松の宮記念特別競争が始まります。11月1日からボートレース墨の絵で開催される G1 第52回高松の宮記念特別競争。年末のグランプリに向け獲得賞金の上積み、そしてボートレース墨の絵での調整や水面の感触を確かめるという意味でも超重要な位置づけの G1、 それがこの宮杯なのである。現在獲得賞金ランキングトップの馬場芳也選手や今年の SG 覇者貞松雄貴選手、土屋智則選手、茅原雄貴選手、そして地元大阪支部の松井茂選手や石野隆之選手、急成長中の若手井上忠政選手など豪華なメンバーが出場予定となっている。というわけで前回に引き続きあなたらしいビール時間に彩る恵比寿バーホワイティ梅田店からお送りしていきます。こちらの方が熱い G1 戦になってますので、はい、ちょっとねドリームメンバーからダブルドリームですから見ていきたいなと思うんですが、まずは初日のドリーム戦こちらのメンバーです。11月1日の第12レースに行われるドリーム戦高松の宮特選は1号艇から石野隆之選手、白井英二選手、磯部誠選手、茅原雄貴選手、井口義則選手、貞松雄貴選手が登場します。あーすごい、あ、ね、なんか新しい、ね、そう新しいニューメーブ高松の宮特選なんですけど、うん、もうもちろん地元の石野選手は1号艇なんですが、はい、まあ6号艇に今年のニュースター貞松選手が入ってますから、うん、ちょっと面白い一戦になりそうじゃないですか、ね、これは、ね、初日からただ茅原選手がフライングでちょっとしんどい感じもあるし、そうですね、今角やけどな、白井選手もなかなか本調子に持ってこれてないし、そう考えたら磯部選手はなかなかいい感じで仕上がってきて、井口選手がどこまで上がってくるかで貞松選手ですよ、うん、これちょっと、ね、逃げたとしても誰を相手に入れるか、いや16人気になると思うよ。人気なるか、それはもちろん隅の名物1日3、1、3人気ですよ、うん、6の3着人気やと思う、絡めたいですね、うん、人気やと思う、人気やと思う、あ、これはオーズ予想お願いします。これは僕はもうだから、はい、1、2、3、はい、9.6倍、なるほど、1、3、2、はい、10.2倍、なるほど、1、2、6、はい、来ました、12.8倍、そんな、そんなに、そんな、そんなです、もうちょっとつけません、マジで、そんな、そんなです、嘘でしょ、20.6倍じゃないですか、いやいやいや、そんなです、嘘、ほんまです、売れるなこれは全体的に、はい、売れちゃうだ、売れると思いますね。なるほどね。いやでもだから初日からね、はい、ドリーム戦ですから、うん、もちろん高松の宮特選で、そしてダブルドリーム2日目こちら、うん、ジャンピー特選。2日目の11月2日第12レースジャンピー特選は1号艇から馬場芳也選手、松井茂選手、篠崎元志選手、深谷智弘選手、土屋智則選手、中島康平選手が登場します。え、ここはだから絶対王者松井選手が2号艇なんですよ、指定席は、指定席はでもこれドリーム戦ね、あーやっぱすごい、1号艇じゃない方がいい可能性もあるんで、もちろん、なるほど、松井選手2号艇、うん、これただ仕上がり的には分からないですよ、これまた5号艇に土屋選手いますから、あ、本当や、離れなんか確かにね、来ちゃったらありますもんね、ピューン行っちゃって行っちゃって、まあ1、2、5、はい、ほら元さん引いて、はい、3、4、6、3、4、6ね、ほら振り返れば中島候補、いやーあるもう2日間6見逃され、あるある、もう振り返れば中島候補やから、これ初日よりもちょっと6含めたらオッズちょっと高い方ですね、うん、初日よりちょっとこれはね侵入から分からへんからね、そう強予想的には割れます、なるほど、なんやねん毎回そのオッズ予想、だからこれはもう馬場選手はそれは人気ですよ、馬場、はい、選手人気なんですけども、うん、これ初日の結果見て皆さんちょっとね、まあ、変わってきますから、うん、
ただ不動の6号艇中島康平選手は、まあいい配当ではあると思います、うんうん、なかなかね、うん、1から1流し6でも20倍20倍30倍40倍いいとこ、はい、これですね、いいとこいいとこ、だからもう振り向いて中島康平を狙うのか、はい、振り返ってもいないのか、いないのか、その戦いやと思いますよ、確かに、うん、でもね、これだからもう本当にグランプリに向けては大事な G1 戦記念レースも大事になってきますんで、ちょっとボーダーライン上にいる人たちは頑張らないといけないマジで、賞金のね上積みが絶対必要な、そうなんですよ、だからそんな中モーター相場もねちょっとかかあの決まってきてるんですけど、上位の中でもそんなにあれっていうのがあるんですよ、あれってどれやろ、だから今勝率でいうと今のランキング、今がこの現時点で、この間あの大阪オール大阪で乗った田中慎一郎選手乗ってたやつは上位機なんですけど、あんまりじゃないかと、じゃあハルとかの方がまだ良かった、だから上条選手が優出してちょっとやっちゃったやつがあるんですけど、あれ一番良かったんじゃないかという自信を持って、で、はい、そのモーターはいいよって言ってる方が今日来られます。ああそうなんです、上条信孝選手です。グラス空やったもんで。ほんまや。もう飲んでた。空やったけど。次の一杯が欲しい。いや次の一杯欲しい。ちょっとお待ちください。はい、ということで前回に引き続きボートの時間準レギュラーの上条信孝選手が登場。宮杯は残念ながらフライング休みで出場できません。でもあの。上条選手が乗ってたオール大阪で乗ってたモーターはいいんでしょ、あれは間違いないです、手応えはいい、バズン、もし上条選手がもうこれね G1 戦はちょっとフライング休みですけど、はい、グランプリ見据えるなら、はい、あれちょっと乗りたいなっていう気持ちもある、あれ乗りたいっすね、そんなにあれの太鼓判なんかね、ええ、乗りやすいところはないんですけど、ほうほうほう、あのパンチはちょっと久々でしたわ、でやっぱり伸びを警戒されて、まあ、あのレースは松井選手が優勝しましたけど、はいはい、でもそれもやっぱり作戦で引かれましたね、はい、でもそれも頭にある中でのレースになるじゃないですか、はい、やっぱりそれぐらい驚異的やったってこと、驚異的でしたね、伸びはそのパンチはやっぱ欲しい、なかなかつかないね今の感じは、あのパンチがだからまあ普通にのペラにしたら、はい、多分普通には走るんですよ絶対に、うんうんうん、あそこまでパンチつけるってなるとやっぱアドバンテージあると思うんです、あのエンジンは、だからそのあれあのモーターは G1 のミヤハイで誰が引いて、うん、どんな仕上げにするのかは上条選手をちょっと見たい、見たい、だから僕の次誰が乗るかっていうのをちょっと見たいんです、あ、へー、真逆の人が乗る可能性もありますし、可能性も全然あるでしょうね、ね、レア足型にしたりで、あれをもし石野選手なんかが引いてもっと伸びを寄せる可能性もあるし、そんなもっと伸びるかもしれないし、うん、あれ注目機、あれ注目機ですね、はい、これはもう心強いですよ、ね、そうですね、やっぱり田中選手が乗ってたらちょっとちょっと勝率の割にはって感じですね、だからそこの相場はやっぱり夏場を超えてくるとだんだん変わってきてますか、勝率があるモーターないモーターで勝率あってもっていうのは住之江特有のやつがやっぱ出てきてますね、はい、へー、これはだから要チェック、うんうんうん、だからもう11月ですから、はい、まあ気温は今よりも絶対下がるはずなんで、その辺のパワーは改めてファンの皆さん見た方がいい、見た方がいいです今のグランプリに向けて一番そういうね記念レーサーが乗るレースはそのミヤハイなわけじゃないですか、11月の頭ですから、そこで良かったモーターっていうのは絶対グランプリにも生きてくるはずですよね、絶対そのままいいまま行くと思います多分、はあ、そこに出れないのは結構辛いです、ちょっと痛いですね、やっぱ知っときたかったっすね、あのエンジンの感じとか、このその季節が変わってちょっと冷えてきた時のエンジンの感じは知りたかった、知りたかった、パイプとかもついたりとか変わってきそうなんでね、はい、その辺はちょっと知りたかったっすけど、まあまあしゃあない、しゃあない、攻めた結果なんです、攻めた結果なんでね、はい、いやでもこれ本当にすごいことになると思います、はい、そのモーター評価をどうやって見ていくかも大事ですけど、はい、それを見てファンの皆さんはチェックしてもらって、うん、でミヤハイが終わったら、はい、これやこれやこれや、目星つけといて、そうそうそう、うん、丸していただきたいなと思っておりますので、うんうん、ぜひね宮杯しっかりと見ていただきたいな、こちらが8月末時点での2連対立上位6機の通称オレンジモーター、気温の低下や温水パイプの装着などまだまだガラリと相場が変化する可能性があるので宮杯は要チェックです、
イベントも盛りだくさんですよ。盛りだくさんですよ。イベントやるんでしょ、はい、中央ホールのトークステージマーク2イベント、はい、まっすんと藤岡ちゃんがやるの。そうです。上野選手がね、うん、ゲストで来ていただきまして3日、そうです、3日に11月3日だから上条選手の中央トーク、はい、中央ホールのトークステージもあり、はい、マーク2のイベントにも参加し、はい、野添さんの隅の1マークの、観戦ライブにも登場する、はい、めっちゃ出るやん。すごい走りたかったっこんなに出ないかんねえ。ちょっと待って、なかなかないよこれ。いや、そうっすね、キャブ決まってるとこもあるし。だってトークステージ2ステ、はい、マーク2、1ステ、はい、野添さんとこ3ステぐらい行かされるから、はい、6ステやで。だって1マークから2マークまで全部、いや全部行くの。死ぬ死ぬ死ねる死ねる。なかなかナンバーグランド花月でもそんな出えへん。確かに。ちょっと見に来てほしいですね、じゃあ。そうですね、ファンの皆さんぜひとも11月3日ですから、はいはい、上条選手目の前で見れますんで、はい、だからこのマーク2のイベントは多分抽選でなると思います、はい、なので中央ホールのトークステージはもう中央ホールのイベントで見れるんで、どなたでもね。あとは1マーク観戦ライブはもうあのキャッシュレスジャンピーカード、ジャンピーカードキャッシュレスの会になれば見れるんで、ぜひとも上条選手、はい、トークショーの意気込みをお願いします。頑張ります頑張りますよ、ないんで頑張っていただきたいと思います。上条信孝選手は住之江の場内をイベント出演で走り回る G1 第52回高松宮記念特別競走。皆様もぜひボートレース住之江足を運び、全国トップクラスのレーサーの走りを見に来てください。佳境を迎えるグランプリへ向けた熾烈な獲得賞金争い、頂点に立つのは一体誰なのか。ミヤハイは11月1日開幕。至高の花が今開花する。頑張っていただきたいと思います。ということで皆さんね、11月1日から始まります第52回 G1 高松の宮記念特別競歩競争、まあ、神田最後に行けましたよ。でも今ギリごまかせたよ、うん、でも俺は思うねん、ここナレーションになってると思う。あ、なんやということで、ぜひともね楽しみにしていただきたいと思います。ということで今週はこの辺で、さよなら、また来週。あ、ちょろっと出演ありがとうございます。ありがとうございました。全然いい次回のボートの時間は、はい、ボートピア梅田にやってきました。やってきました。ということで今回の新人紹介、はい、ボートレース美濃では現在池田市で85周年記念競争が開催中。28日は中川隆のガチンコ船券バトル、そして11月1日からは G1 第52回高松宮記念特別競争が開催。中央ホールでは連日イベントを実施。初日は選手紹介&高松宮特選出場選手インタビュー、コロコロチキチキペッパーズ二瓶優香ステージイベント、2日はジャンピー特選出場選手インタビュー、小籔和豊&宇都宮真希トークショー、3日上条信孝選手&渋川那須選手指定トークショー、レーサー在住之江1マーク観戦ライブと番組視聴者招待イベントもあります。4日は成宮宏樹トークショー、6日は優勝戦出場選手インタビューが行われます。ウィークリー大阪支部、ご覧のレーサーが優勝を飾りました。おめでとうございます。さらに大ベテランの富山博之選手が通算2戦勝を達成、デビュー初勝利から45年9ヶ月偉業を達成しました。ボートレース住之江から視聴者プレゼントのお知らせ、クオカード10名様に有料席 A シート招待券を10組20名様にプレゼント、番組ホームページまたはハガキにてどしどしご応募ください。この番組はボートレース住之江の提供でお送りいたしました。